体にいい、美容にいいと言われる健康食のマゴア野菜、これらには5つのメリットがあるので、そちらについてお話をしていこうかなと思います。どうも、ファスティングマイスターのアキです。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。メリットがね、5つもあるんですね。マゴア野菜それぞれをね、お話ししていこうかなと思っていたのですが、まずはこのメリットのお話をしていこうかなと思います。それを分かっていただくだけで、よりですね、マゴア野菜の食事方法について魅力を感じていただけるんじゃないかなと思ったのでね、まとめてお話をさせていただこうかなと思います。で、まず一つ目、健康になれる。もうそれはもってのほかですよね。栄養バランスがしっかり取れるようになってます。孫は優しい。他のものだけでしっかり食事をとっていただくだけで、もう十分健康バランスって取れるんですよね。なんかタンパク質とか食物繊維とかいろいろあると思うんですけども、これらの孫は優しいだけで十分なんです、実際のところ。もうだからですね、これだけ食べときゃいいっていうような感じなんですね。だから特別になんかお肉食べてタンパク質取らなくちゃいけないとか、ビタミン足りへんからなんかサプリ飲まなあかんとか、そういうのも全くないです。孫やさしいを取っていただくだけで十分賄えますので、孫やさしいっていうのを選ぶと、健康バランスがしっかり取れるよねっていうのが一つ目のメリットです。で、二つ目はカロリー計算なんかほとんどしなくていいです。孫やさしいのカロリーってね、大したことないんですよね、普通のものに比べれば。例えば牛丼とかね、カレーとか、とんかつとかいろいろあるじゃないですか。ああいった油使ってる、お肉使ってるものってやっぱりカロリー計算しなくちゃいけないですよね。ってなってくると、1日で摂取するカロリーの量っていうのがすごく多くなってしまいますよね。これは孫は優しいのもので使っていれば、このカロリーっていうのはね、そんなに上がんないんですよね。そう。だからね、結構ね、抑えめになるので、食べなくて済むっていうし、食べ物に気をつかなくていいっていうところがありますよね。そう。だから、孫やさしいを取っていただくだけで、まあ、太りにくくなるっていうのが一つですね。そう。三つ目、どこでも食べられる。まあ、要は外食でも食べられますよってことですね。もう家の中でしかこの孫やさしいはね、できないんじゃないかと思われてる方いらっしゃいますけど、そうでもないです。外食行っても、普段手作りで作ってる、この定食屋さんとかね、そういったところって絶対あるでしょ？どっか1軒か2軒ぐらいは絶対あるじゃないですか。で、そこ行って、孫やさしいで作られてるものを見つけて、それで食べればいいんですよね。やっぱりチェーン店とかのものっていうのは、余計な添加物であったりとか、保存料であったりとか、粗悪な食べ物を使って料理を提供しているところは意外に多いんですよね。だからこそですね、こういったのも外食で楽しむこともできますよっていうのがメリットですね。一つ目、おやつも孫やさしいで OK なんです。まあどういうことなのかって言ったら、お菓子とかっていうのは大体小麦と砂糖がたくさん使われてますよね。そう、市販で売ってるお菓子もそうですし、お店で置いてるお菓子もそうですよね。小麦粉と砂糖、こういったものでよく作られてますよね。で、こういったものっていうのはやっぱり体にとってすごい負担のかかるものですよね。血糖値を急激に上げたりだとか、あとグルテンのせいで体調を悪くしてしまうっていうようなこともあったりするわけですよ。だからこそ、この、まこはやさしいを使ったおやつっていうのを選んでいただくのがいいんですね。で、どういったものなのかって言ったら、新鮮なフルーツとかですよね。普通に売ってますよね。スーパーとかでも売ってますよね。それを食べていただいたりとか。あとは、食べやすいもんで言えばナッツとか、あとは栗とか、あと、焼き芋とかいいですよね。焼き芋とかちょっと今流行ってるじゃないですか。こういったものを取っていただくことによって、孫やさしいのバランスもしっかり取れるわけですし、間食として、おやつとしても取ることができるっていうことがあるんですね。次、5つ目、値段です。そんなに値段かかんないんですよ。孫やさしいだからって言って。スーパーとか行ってみてください。野菜とか売ってるじゃないですか。100円、200円とかで売ってるような野菜を、お家で料理してもらったりとかしたら、お肉とかに比べてどれだけ安いのかってことなんですよね。意外に値段しないでしょ。で、自炊したらもちろん安いし、まあ、外で食べ続けたらお金はかかってくるんですけども、ちゃんと孫やさしいの、この食材を使って自炊していくと、本当に値段とかも抑えられていきます。ですので、値段もしっかり抑えられるっていうところがメリットになってきます。以上の5つのメリットがあるので、孫やさしいっていうのは本当にね、経済的にもそうですし、健康的にもそうですし、美容的にもそうですし、どこでも食べられるっていうメリットもあるので、孫やさしいの魅力を分かっていただけたんじゃないかなと思います。はい、というところですね、本日はですね、孫やさしいの5つのメリットについてお話しさせていただきました。次回以降はですね、1つずつお話ししていこうかなと思うので、ぜひ楽しみにしておいてください。というところで、本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。